はいこんにちはレトスのオーノです7月6日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 A が死亡し B が単独で相続をした場合には B は追認を拒絶できるが C が A の無権代理につき全員無過失であれば C は B に対して損害賠償を請求することができる丸かツかという問題ですえちょっと長いので考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえまず A が B の代理人としてということなので A が代理人で B が本人で C が相手方契約の相手方となります で、この A っていうのは代理人なんですけども、ここにも書いてある通り、無権代理人なんですね。で、この無権代理人が死亡したと書いてあります。死亡して B が単独で相続をしたということなので、まあ考えられることで言うと、まあ、A がお父さんで、B が息子さんとか、まあそういったイメージですね。で、まあこの場合、B は追認拒絶できるが、まあ本人ですね。本人 B は追認拒絶できると書いてあって、 で一方で C さんっていうのは、この無権代理人であることを過失なく知らなかったっていう状況なんですね。で、この場合 C さんは B に対して損害賠償請求することができる、ルかツかという内容です。まあ、2つ質問されていることがあって、B は追認拒絶できるという内容と C は損害賠償請求することができるという、まあ、2つが質問されている状況です。で、答えは丸ですね。 無権代理人 A が死亡して、本人 B が単独相続すると、無権代理人 A の債権債務を承継することになります。これ本人が承継する。つまり、無権代理人が死亡することによって、無権代理人の債権債務が、まあ B さんがね、えー、単独相続するわけなので、承継する、相続するわけですよ。で、今回 C さん全員無過失ということなので、C さんは、 無権代理人に対して責任追すする権利を持つんですね。具体的には損害賠償請求権を持つんですよ。C は A に対して損害賠償請求できるこの権利を持つと。逆を言うと A さんは損害賠償の債務を負うわけですね。それが B さんに相続されたということなんですよ。ってことは C さんは B さんに対して損害賠償請求することができるということなんですね。 で一方で B さんは本人の有する追認拒絶権を持っています。本人 B っていうのは追認拒絶権ありますよね。無権代理行為をされた場合、B さんっていうのは追認する権利もあるし、追認拒絶する権利もあると。まあ、その権利持ってるわけですよねで。つまり B さんは追認拒絶をすることはできるけども、損害賠償請求されることもあるよと、まあ、いうことなんです。まあ、だから今回の問題、丸なんですね。 ただこれだけ覚えてもこれ非効率なんですね。つまり勉強の仕方が悪いと、まあ、いうことなんですよ。比較する、理解する、これが実践できれば効率的な学習ができます。短期講座の受講者様は比較して理解していただきたい2つのパターンについて動画で解説いたします。短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから動画をご確認ください。で、問い2ですね。 保証協会の社員である宅建業者 A が保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき A は社員の地位を失う、マルかばかという問題ですねで答えはこの2週間というのが誤りですね正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ 今回質問されているのは特別返済業務保証金分担金なんですね通常の保証金分担金じゃないんですよここが、えー、ポイントなんですね特別って書いてあるかどうかで全然話が違ってくるんですね通常の、えーまあ、保証金の分担金っていうのは会社作りましたまあ、宅建業者立ち上げましたとで本店だけであれば60万円納付しますよね、えー、支店もあればプラス30万円ですよ、えー、その額なんですけども この特別弁済業務保証金分担金はそれではないんですね。で、これ何かというと、保証協会が還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったと言ったときに、保証協会が貯めていたお金が少なくなってしまう場合があるんですよね。 1>, 1社や2社が、まあ、ちょっと悪いことをして還、えー、付請求を受けたぐらいであればいいんですけどもちょっと、えー、たくさんの業者が悪いことをしちゃって一時的に、えー、お金がなくなってきたとそういった時に保証協会が社員に対してちょっと追加で、えー、分担金納付してくださいっていうことができるんですね、えー、これが特別弁済業務保証金分担金なんですよ で、この特別弁済業務保証金分担金については、通知を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですね。なので、この点はちょっと別途頭に入れていただければと思います。で、続いて問3ですね。都市計画事業においては、え都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている、丸か罰かという問題ですね。で、答えは、え罰です。 本来は土地を収容する場合土地収容法における事業認定を受けなければなりませんしかしですね都市計画事業の場合っていうのは都市収容法の事業認定これを受けなかったとしても収容することが可能なんですねつまり都市計画事業においては都市計画事業の認可または承認の告示をもって都市収容法における事業の認定の告示と見なしているんです 今回の問題っていうのは逆になってるんですね。この都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または、え承認の告示とみなしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りですで。ちょっと無料の動画でお伝えできる内容で言うと、ちょっとここまでなんですけども、この問題ちょっとイメージしにくいんですね。なので、イメージの仕方だったり理解の仕方については、短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。 そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、達見試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は、7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。 この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんであなたも今年合格できます勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したいもしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります 分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております宅券合格目指して一緒に頑張っていきましょう